皆さんこんにちは、青木美佐子です。ただいまイノセントワールドさんの新作の撮影をしています。ということで、まず最初のコーディネートはこちら黒になっております。レースがね、袖のところ、そしてこの辺にふんだんに使われております。ちょっとケープ風な感じのワンピースになっております。そして後ろ姿はこんな感じ。ここでサイズ調整することができるようになっていて、ボタンも取り外しできるようになっております。かなりね、広がるタイプで、丈もね、長めなので、すごく着やすいと思います。こちら色展開もあるので、またご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じになってます。ボタンもついていて、そしてレースもすごく目立つ感じになっています。ちょっとね、ケープ風の感じになっているので、すごく可愛いですよね。黒だとレースが目立ちます。今回もミドミサで撮影をしています。みどりちゃんはダークパープルを着ています。続いてはモリスオパールワンピースになります。すごくね、夏っぽい素材感なので、来春に皆様にお届けになるんですけれども、すごくこう重厚感のあるモリスというよりも可愛らしい感じの生地感になっています。すごく上品でクラシカルなモリス柄になっています。で、後ろがこんな感じでドリボンでサイズ調整できます。あとね、この首のあたりとかもレースがいっぱいついていて、すごく上品で可愛らしいです。そして頭物もヘッドドレスなんですけど、すごく重厚感のあるヘッドドレスになっているので、こういうアップヘアにしていただくととっても可愛いと思います。今回はオパール加工を施した高級素材を使用しています。少し透け感のある感じがとっても上品で可愛いです。はい、続いてのこちらのワンピースはボルドーを着用しています。頭物と靴は茶色にで合わせております。ちょっとね、ボルドーなんですけど、割と茶色っぽい、茶色に近いボルドーなのかなっていう感じで、すごく上品な感じの色合いなの とレースがね、とっても袖とか、あと胸元とか所々についてるんですけど、濃いめの色なので、すごく目立って可愛いです。で、後ろ姿はこんな感じです。じゃあここの部分取り外しできるんですけど、サイズ調整することもできます。私は結構この色が気に入ってるので、このボルドーカラーで茶色コーデで合わせたいなと思います。こちらのワンピースは4色展開で、ダークボルドー、ダークグレー、黒、ダークパープルの4色展開になっています。はい、続いてはオリジナルプリントになっています。イノセントワールドさんのロゴが入っているんですけど、バラとイチゴになっています。すごく華やかで可愛い柄になっています。で、今回はこちらの茶色のブラウスと合わせて、よりクラシカルな雰囲気にしてみました。で、こんな感じで白も可愛いんですけれども、すごく華やかなね、レースもたくさん使われていて、とっても可愛いです。色もね、3色展開になっているので、どの色が欲しいか悩んじゃいますよね。形も、ジャンスカタイプとワンピースタイプがあるので、すごくどれも可愛いです。バラとイチゴのオリジナルプリント生地にトーションレースがふんだんにあしらわれたジャンパースカートです。オリジナルプリント、すっごく可愛いです。はい、ということで、続いてはきなりカラーを着てみました。きなりカラーだと割と、柄が目立つ感じになるので、バラとイチゴがとっても目立つ感じになっています。あと色味も割と抑えられた色味なので、年中着れるかなと思います。で、ジャンスカタイプにすると、半袖にすれば夏着れますし、長袖にしたら冬も着れるので、年中着れるカラーかなと思います。私は、3色展開で一番きなりがお気に入りなので、きなりを予約したいなと思っています。
で後ろはこんな感じです。シャーリングにもなっていて、リボンも取り外しができるようになっています。裾のところもすごくボリューミーで、レースもたくさんついていて凝ったデザインになっています。今回のワンピースは生成りとグリーンとブルーの3色展開で、どれも本当に可愛いんですけど、美佐子は生成りが一番気になってます。はい、こちらはバラのワンピースになっております。先ほどジャンスカを着てたんですけれども、ワンピースになっております。こんな感じで華やかな印象になります。スタンドカラーとヨーク切り替えのデザインがとっても上品です。ワンピースタイプとっても着やすそうですよね。はい、続いてこちらレースがすごく繊細に使われているワンピースを着用しています。結構胸周りのところにこう特徴的なレースになっています。で後ろ姿もすごく素敵です。後ろのここの部分にレースがあります。リボンもついていて取り外し可能なので、サイズ調整もできます。すごくこう胸元のレースの感じが可愛いので、アフタヌーンティーとか行く時にこうちょうど上半身取るとすごく可愛らしいので、私はアフタヌーンティーに着ていきたいなと思っています。ショート丈のビスチェを羽織ったような身頃とハイウエストスカートのデザインは、腰の位置が高く見えて足が長く見える効果があります。レースの袖の裏地には TC ブロートが使用されているので、秋冬物のお洋服としても安心です。続いてグレーを着用しています。グレーもすごくこう黒よりも明るい感じの印象になって、とっても可愛いです。で胸元もね、レースがこう後ろまでこんな感じで後ろもついているので、後ろ姿もとっても可愛いです。で前から見てもすごく立ち襟になっているので、首もとっても細く見える印象になります。すごくねパフッとした感じのお袖も可愛くて、1枚でさらっと着れるワンピースになっています。今回は4色展開で、ボルドー、ネイビー、黒、グレーの4色展開で大人っぽい色になっています。続いては大人アリスコーデになります。すごく可愛らしいコーディネートで、エプロンをつけるとよりアリス感が出てとっても可愛いです。大人気の大人アリスシリーズが新登場しました。今回もグレイッシュサックスとブルーの2色展開になっています。はい、アリスの大人アリスのエプロン取ったバージョンになります。エプロン取るとよりこうクラシカルで大人っぽいので、普段使いもできやすいので、いろんなエプロンありなし、いろんなコーディネートができると思います。後ろ姿もこんな感じです。編み上げになっているので、サイズ調整もしやすいです。エプロンありなしで楽しめるのも大人アリスの魅力ですよね。ぜひ1枚持っていると使えるアイテムたちです。はい、続いてはブラウス、ケープ付きのブラウス、これ取り外しができるタイプのブラウスなんですけど、そちらとジャンスカ、そしてペチコートも入っているモリモリな感じのスタイルになっています。すごくクラシカルな色合いなのと、あとこちらね、前全部開くことができるので、この辺まで開いてちょっとペチコートを覗かせても可愛いので、こちらのところもちょっとバッスルっぽくなるところも可愛いです。後ろ姿もこんな感じですごく上品になってます。こちらも取り外すことができるので、普通にジャンスカとして着ることもできますし、こういう風に託し上げて着ることもできます。はい、こんな感じになってます。ケープ付きのブラウスはケープを取り外して使うこともできるので、いろいろな楽しみ方ができるブラウスです。はい、続いてのお洋服はこちらです。
すごくね、生地が軽くてツルツルの素材になっています。で、以前出た柄のちょっと形違いという形になるんですけど、全部ね、前開きになっているのと、ここで留める感じです。で、後ろ姿はこんな感じになってます。本当に軽くてシワになりにくい素材なので、年中着れるワンピースになっています。こちらはブラウンとこちらの紫系の色の2色展開になっています。人気のオリビアローズ柄がフレアラインのワンピースにして新登場しました。すごくスカートのラインが綺麗です。はい、ということで、イノセントワールドさんの新作の撮影が終了いたしました。すごく可愛い新作がたくさん出るので、ぜひぜひホームページなどインスタライブもやらせていただいたので、インスタライブをチェックしていただいたり、ホームページをチェックしていただいたり、私とみどりちゃんの SNS もチェックしていただければと思います。それではバイバーイ。